程よく腐食を落としたいんですよ。アフロ君ジュニア、頑固なサビにも回転で磨く、試してみたいと思います。インパクトに取り付けてみました。おい、どこでも当てられるってのがいいですね。じゃあここ行きます。あ、すげえ、面白いかもしれない。この頭の部分がすごく便利あ、と思ったら、あら失礼しました。はい、皆さんおはようございます。 DIY ドラクのテツでございます。はい、トゥデイ先生最強ボアップ計画。ただいまシリンダーの方はね、ボーリング加工の外注をお願いしている最中なんですけども、今回はねこのエンジンをきれいにしたいと思います。はい、こちらのトゥデイ先生のエンジン、分解前にね一応洗ってはみたんですけども、やっぱり車体とつながってる状態じゃあんまりきれいに洗えなかったんですよね。ご覧の通り近くから見るとかなり汚れてます。それにしてもなんだろう、このオフロードの泥汚れってちょっと洗ったぐらいじゃ本当に落ちないですよね。やっぱりこうやって組んだ状態で外側から洗うのは限界がありますかね。そしてね、この泥汚れだけじゃないんですよ。このねエンジンの裏側に回ってみますと、これ見えますかね、アルミの腐食はやっぱり汚いんですよ。前回地味に気になってたんですけど、フライホイールもめっちゃ錆びてるし、いやーすごいね、近くで見れば見るほどアルミの腐食が進んでますね。というわけで本日はですね、まずはこういったプラスチック部品の汚れ落とし、あとは細かな部品を外して、久しぶりですね、程よい感じのエンジン磨きをやっていきたいと思います。全バラして丸洗いするわけじゃないので、どこまでできるかちょっとわかんないですけど、それじゃあ早速始めていきたいと思います。そんじゃよし、作業開始。さあ外は大雨になってきましたが、元気よく部品を外していきたいと思います。はい、それではちょっと雑ですが、ゴミが入っちゃいけないところを塞ぎまして、まずでっかいのはエアクリーナーボックスですね。はい、まずキャブレターを取りまして、これがはいはい、エアクリーナー、はい、ボックスが丸ごと取れました。あ、これボックス取るの大正解ですね。きったねー。さあ、それではこちらも外していきます。はい、まずクーリングファンを外しまして、はい、それではフライホイール外します。君硬そうだね。いや、せーのよっ、よっしゃ、いるんだ。ほっ、はい、取れました。ほい、この感じだとリアホイールも外した方が良さげな感じですね。はい、そんじゃこれをせましてと、行ってみよう。よいしょ、はい、リアホイールが外れました。こりゃ驚いた。リアホイールのこのブレーキドラムの中にも泥水入るんですね。いやー、オフロード走行って恐ろしい。さてどうしよう、これは磨く、それとも
その前に洗う？だけどどこまで水かけていいのかわからないですよね。と言ってもな、奥の方まで泥水が入ってるのは間違いないので、これはやっぱり一回洗った方がいいですよね。汚れてるといえばこのプラスチック部品たちですよね。もうね、このエアクリーナーもご覧の通りすっごい汚れてるので、こちらね、今ね新品を注文しました。だからこれはいいとして、これらの部品ですよ。でこれ泥汚れだけじゃなくて結構油汚れもやっぱり含んでいるので、どうしようかな。いつもならオキシクリーンそのままつけちゃうんですけど、今回これ使ってみましょうか。マジックリーン、どうだろう、これで汚れ落ちますかね。とりあえず今回これを試してみたいと思います。それではマジックリーン入れていきましょう。どれくらいかな、イメージでこんなもん。これでいけるね。それではどんどん入れていきます。それではこのプラスチック部品はね、洗ってはひっくり返してつけ置き、これをね繰り返していきたいと思います。そんじゃ次はこのフライホイールですね。今回はねケミカルの力ではなくて物理的な攻撃でこの錆を一掃してみたいと思います。さあうまくいきますかどうか。こちらカップブラシでいきますよ。このサビがどれくらい落ちるか行ってみましょう。いきます。いいよ。こんな感じ。さすがはカップブラシ、サビがいい感じに落ちてくれましたが、これって塗装した方がいいんですかね、それとも程よく油分を与えといた方がいいのでしょうか。ちょっとわからないので防水処置の方はとりあえず保留。ちょっとというかかなり強引な方法なんですけども、こんな感じにぶら下げてみました。まずはねこのエンジンの裏、さっきは気づかなかったんですけど、このべっとりこびりついた泥、これをねまとめて落としてみたいと思います。飛んだ。よし、綺麗になりました。さてお楽しみはここからですね。
ご覧の通り泥汚れはかなり落ちたんですけども、これでアルミの表面があらわになりました。いやー、いい感じに腐食してますね。ずいっと見ていきますと、近づくとこんな感じ、表面がね結構ザラザラになっております。そしてやっぱね、このエンジンの裏側ですね。まあホイールがあるから見えないっちゃ見えないんですけども、なんかねこの内側が汚れてるのがすっごい気になるんですよ。このジェネレーター付近、これはどっちかっていうとなんか油汚れがついてる感じですね。ここら辺とか見てわかるんですけど、そんなに腐食はしてない感じ。あとはこのエンジンハンガー付近でしょうかね。まあ年式相応のくすみっぷりでございますが、だけど正直ここら辺は大した問題じゃないんですよね。例えばこれ真珠ブラシ、これで擦ると、ここちょっとやってみますね。これ擦っただけで結構綺麗になるんですよ。ここら辺のアルミもこんな感じに程よく汚れと腐食が落ちてくれるんですよ。だからこの出っ張ってるところはそんなに苦労しないでもこうやって綺麗になってくれるんですよね。で今回はこのクランクケース、程よく腐食を落としたいんですよ。ピカピカにするとかえってその後の維持が大変になっちゃいますしね。そんなわけでさっきも出したこちらの大きな真鍮ブラシと、あとはワイヤーブラシと細い真鍮ブラシ、あとはボンスターとこちらの布ヤスリがあればかなりの範囲のね腐食を落とすことができると思うんですよ。だけど問題なのがこちらの奥まったところなんですよね。狭いところならともかく、この広い範囲の奥まったところって意外と擦るのが大変だったりするんですよ。そこで今回ね試したい道具があるんです。以前からホームセンターで見て気になってたんですけども買ってみました。頑固なサビにも回転で磨くサビ取りアフロくんジュニア240番でございます。はい、このアフロくんジュニア、ご覧の通り軸付きになっておりまして、これをインパクトに加えてこことかこの奥の方ですね、これをずいっと擦ったら割とうまい具合に磨くことができるんじゃなかろうかと、これをね試してみたいと思います。はい、こんな感じにインパクトに取り付けてみました。ほい、まあ本当にね試してみたかっただけだったので、どれほど効果があるか分かりませんが使ってみます。じゃあここ行ってみますよ。では行きます。あ、これすごいね、どこでも当てられるってのがいいですね。行きます。あ、すげえ。あ、これ面白いかもしれない。こう広い範囲に使えますね。これいいよ。この頭の部分がすごく便利。あ、面いけるじゃん。なんだなんだ、隅っこだけじゃないですよこれ。すごいすごい。ここどうかな。埃がすごいけど、だけどいい、いける。いいじゃないですか。ん？お、研磨力が落ちてきたと思ったら、あら
出てきちゃった。やっぱこっちを使うのが正しいんですね。失礼しました。はい、こんな感じになりました。思いのほかね、隅っこだけじゃなくて平面も一気に磨いてくれましたね。やっぱりこの段差があるところは極端に弱いですけども、だけどこの面のところはいい感じに削ってくれましたが、ベベン、こんな感じ。あっという間にボロボロになってしまいました。おや、これは私の使い方が悪かったんでしょうか。しょうがない。ここからはね、おなじみのアイテムたちで磨いていきたいと思います。いきなりですがこれ使います。カップブラシショー、いくぜ。ここまで磨いて思うんですけど、全腹で磨くのを除けばなんだかんだワイヤーブラシが最強なのかもしれないですね。どうでしょうか。なかなか奥の方は取りきれないですけども、だけど表面だけですけども、アルミの腐食いい感じに落とすことができたでしょうか。よし、とりあえずエンジン本体はこれでよろしいでしょうか。さあ最後はプラスチック部品の仕上げでございます。どうでしょう、汚れ落ちましたかね。濡れてる時は分かんなくてちょっとドキドキしたんですけど、こうやって乾いてみると、あ、落ちてる落ちてる、すごいすごい、結構こう綺麗になりました。ですがご覧の通り表面がほんのちょっと白っぽくなってるので、仕上げにねプラスチックのコーティングをしたいんですよ。で今回はね、久しぶりにこれ買ってみました。定番ですね、クレ工業クレポリメイト。これはなんたってリーズナブルなので、ガンガンに使えるので思いっきり使っていきたいと思います。さあそれでは豪快にいきますよ。ほっ、
いいですね。ついでによいしょよいしょ、作業台もきれいにします。よいしょ、うん、きれいさっぱり。悩んでたフライホイールはね、試しに黒染めにしてみました。どうでしょう、黒ってのもなんかちょっと面白いですよね。はい、というわけでフライホイールとクーリングファン OK でございます。さあ、外はすごい雨です。若干吹き込んでくるんでちょいと急いで組み立てましたが、いかがでしょうか。いやー、プラスチック部品も綺麗になりましたね。裏返してみても、おいい感じです。あ、やっぱりこんぐらい綺麗だと気分いいですね。フレーファンのカバーもいい感じに綺麗になってくれました。まあエンジンはね、全バラして一つ一つ洗浄しちゃうのが間違いないんですけども、だけどこの状態でもここまで綺麗にすることはできましたね。いいじゃないですか。いやー、あのオフロードの水たまりをバッシャンバッシャン走ったその罪をやっと償うことができた、そんな感じです。よかった、サスペンションも綺麗になってくれました。そしてエアクリーナーボックスも、フィルターの方はね、多分あさってあたり届くんですけども、とりあえず側はね綺麗になってくれました。とりあえずエンジン本体の掃除は完了といたします。いよいよすごい雨になってきました、すいません、雨音が入りましてお聞き苦しかったと思いますが、どうもすいませんでした。まあ何やともあれ、無事エンジンは綺麗になりました。それでね、一つだけちょっと朗報なんですけど、次回になるのかな、このトゥデイのシリンダーボーリングの模様をね、撮影できることになりました。金属加工をやってる方以外にはまあめったに見ることはないと思うので、シリンダーが削られていく模様をお届けできると思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。